こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、随所に書となれば立書皆真なりです。いかなる環境にあっても、そこに自己の主体が覚醒していれば、至るところ皆誠の世界である。とらわれやこだわりなどの余計な妄念を切り捨てて、本当の自分自身を具現する。するとそこに自由自在な心の働きが活発に動き出すのである。それでは今から「随所に書となれば立書皆真なり」を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。